こんにちは、ケンシです。今回の動画では、こちら、ミリキャンプのメスティンについてご紹介していきたいと思います。で、メスティンといえば、トランギア商品が有名だと思うんですけれども、今人気が出すぎていて、数が足りなくて、値段が高騰してるんですよね。で、トランギアが値上げをしているわけじゃなくて、その在庫を持っているお店とか、転売屋が値段を釣り上げているっていうことが大きな原因なんですよ。で、本当は、トランギアのメスティンは1600円で買えるっていうのが定価なんですけれども、それがもう見る時期によって全然違うんですけれども、3000円の時があれば、4000円近くになっている時とかっていうのもあるんですよね。で、メスティンを買おうっていうふうに思ってたんですけども、さすがにその3000円とか4000円だと高いなっていうふうに思ってたら、そこで見つけたのがこのミリキャンプというものでしたね。で、見た目同じやんっていうところで買って、で、それでもうしばらく使ってるんですけど、これすごく調子いいので、ちょっといろいろ一つずつ紹介していきたいと思います。でそもそもこのメスティンというのがトランギア製品だけが出しているものっていうのを持っている方も多くて、でこれメスティンの偽物だっていうふうに言う方とかもいるんですけども、全然そういうわけじゃないんですよね。でこのメスティンというのは、これ自体のこと、このクッカーですね、これ自体のことをメスティンっていうふうに呼びますので、どれが本物でとか偽物っていうことはありません。で、そのトランギア製品の偽物とかっていうのがあると思うんですけども、メスティンっていうのは、これのことを言うみたいですね。ですので、このミリキャンプだろうが、トランギアだろうが、メスティンはメスティン、みたいな感じですね。まあ、自動車がどのメーカーが販売してても自動車だっていうと同じだというところですね。で、各言う僕も、まあ、トランギアの方がいいのかなっていうふうに思ってたんですけども、届いてみたら、こんな可愛い、もうしっかりとした箱に入っていて、こんな感じですね。メスティン、ベストオブキャンプギアっていうのが書いてありますね。ちゃんと日本語で書かれた、ものが用意されていて、結構いいんじゃないかなっていうところで、まあ、使ってみても問題ないというところですね。で使い方はこの取っ手ですね。このハンドル部分をこうして開ける。でアルミでできていて結構頑丈だなというところですね。であともう一つこの売りにしているところっていうのがバリ取りがないよっていうふうに言ってます。トランギアのメスティンの場合は、まあ、こういったアルミのちょうどカットしてある部分とかがまだバリが残っててペーパーとかでそのバリを取ってあげないと、まあ、ちょっと手を切ってしまう可能性があるよっていうところで届いたら必ずバリ取りをしてその後にお米の研ぎ汁とかでシーズニングをしてやっと使えるようになるというところなんですけども、こちらのミリキャンプのメスティンの場合は、バリ取り不要っていうふうに歌ってるんですよね。で、値段も1350円なので、トランギアの定価よりも安い。で、しかも、それでいって、バリ取りもいらないよっていうところが、このミリキャンプの魅力ではあると思うんですけども、まあ、重要なのは、これを使ってちゃんと料理ができるのか。で、一番やると思うのは、このご飯を炊くっていうところだと思いますので、今回はこのミリキャンプを使って、自動炊飯の方をしていきたいと思います。で使用するのはこちらポケットストーブですね。こちらの方を使用してこの中に 25g の固形燃料が入っていますのでこちらをセットして1合のお米をこのメスティンの中に入れてあとは待つだけということでやっていきたいと思います。で今回は事前にお米1合を研いででそれで30分間吸水させたものを用意したので、こちらの方を使用していきます。で今、お米1合入れたんですけれども、この1合に対して、今回は水を 180ml 入れております。トランギアの場合、このリベットが2つだけあって、そのこういうリベットですね。このリベットのちょうど中心になるように水を入れればいいよっていうようなこともあると思うんですけども、僕はいつもこのミリキャンプでご飯を炊くときは、お米1合に対して 180ml の水を使用しています。であとは、蓋をしてで固形燃料に火をつけてで火がついたら乗せてあとはこの固形燃料が消えるまで待つだけです。でこの火が消えるのがおよそ20分ぐらいなんですけれどもこれが消えたら10分間蒸らして完成です。あとは待つだけ。あとこのメスティンの魅力としてはアルミでできているっていうところなので熱伝導率がものすごくいいんですよね。で下から1点で温めているんですけどもこの上に、まあ、こんな感じで缶詰とかですね、を温めておけば、この下からの熱で一緒にこちらの方も温めておくことができるので、おかずも1品2品作ることができるので、まあ、今回はこちらも一緒に温めて食べていきたいと思います。であとこの下から吹きこぼれするっていう時に蓋が浮いてくると思うんですけども、それを防止するためのお餅にもなるので、まあ、一石二鳥というところです。それでは火が消えるのを待ちましょう。
経燃料の燃焼が終わったので、これから蒸らしていきたいと思います。で、今回はこちらの上で温めているおかずですね、こちらも一回外して置いといちゃうとまた冷めちゃうので、一緒に蒸らしながら保温の方をしていきます。で、こちらひっくり返さなくてもいいんだよとかっていうのもいろいろあると思うんですけれども、セオリー通りやっていきます。これから10分間蒸らしていきますので、また10分後に。で、今10分経過したので開けていきましょう。簡単ですよね。乗っけて燃料が消えるまで待って、あとは蒸らすだけ。そしてご飯と2品完成している。お米の方見ていきます。あっつあっつあっつ、ちょっと回すときに偏っちゃってるんですけど、綺麗に炊けてますね。お米一粒一粒がしっかり立っていって、めちゃくちゃ美味しそうですね。で、下は軽くおこげがついているんですけど、こびりついているわけではないですね。ちょうどいい感じにおこげが入っているようなイメージです。早速食べていきます。美味しそう。メスティンで炊くとね、普通の炊飯で炊くよりも結構美味しく炊けるところがいいですよね。しかもそれが外で食べれる、完璧な炊き上がりですね。僕結構柔らかいのとか硬いのとかっていうよりも、本当に中間っていうんですかね、よくあるいい感じに炊けてるのが好きなんですけれども、めちゃくちゃ上手に炊けてます。米だけで美味しい。これで塩むすび作ったら神レベルのうまさです。で、ちょっと下にあるおこげもいただいてみますか。めちゃくちゃうまそうじゃないですか。いい感じの色でちょっとパリッとしてますね。うん、おこげの香りがちゃんとしてて、で、なおかつ下にこびりついてないっていうのがいいですね。もうちょっとやったらやっぱりもう焦げちゃってこびりついちゃうと思うんですけども、ちょうどいいです。うん、お焦げも食べれて上はふっくら美味しい。で、一緒に温めていたこっちも見ていきますか。まずはお手入の焼き鳥うわ、初めてやっぱり冷たいと油が固まっちゃってたりしてると思うんですけど、蓋に乗っけただけでちゃんと中に火が通ってるような見た目です。早速食べていきます。うまっ。ちゃんとこの鶏肉の中にまで熱が入っていて、外でこれ食べれたらもう、あとビール出したら帰れなくなっちゃいますね。それでは今回の動画が少しでもいいなって思っていただけましたら、高評価と、あとはチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。